元経産省官僚で慶応義塾大学大学院教授の岸博幸氏、60、が30日放送の日本テレビ系、情報ライブミヤネ屋、月曜から金曜後1、55、にコメンテーターとして復帰を果たした。7月下旬に多発性骨髄腫のため8月下旬まで入院することを X、旧 Twitter で伝えて以降、初出演となった。番組冒頭、フリーアナウンサー、宮根誠司、60、が、我々が驚く以上に元気、と振ると、岸氏は、頭がこうなった以外、元気です、と、被っていた帽子を取り、治療。で、髪が抜けた頭を見せた。中盤にも岸氏の入院生活などを取り上げた同番組。岸氏は、当初は5から6週間入院かと言われていたんですが、結局4週間で出れました。回復は非常に早かったです、と笑顔。抗がん剤の副作用についても、ひどい人は吐き気で食べられないのが数週間続く人もいる。私の場合は幸い5日間だけ、基礎体力があって本当に良かった。体重も落ちないまま帰ってこれた、と説明した。